皆さんこんにちは、こちらはですね蒲郡市命の海科学館からお送りしております。今日、皆さんと一緒に約1時間ですね、電子顕微鏡の世界をご案内させていただきたいと思います。スタッフの小永江と申します。よろしくお願いいたします。電子顕微鏡を使ったワークショップとしては中部地方初ということで、科学館と皆さんのご家庭をオンラインで結んで、1時間ですねワークショップを楽しみたいと思います。今日のテーマはですね小さな世界を覗いてみたらということで、第1回目はですね、布や糸を取り上げたいと思います。蒲郡ってもともと繊維の町ですので、まあ、糸や布っていうのは関係は深いですし、それから私たちの生活の中にもすごく布や糸っていうのはたくさん溢れてますので、そういった身近なところを今日はですね深掘りしていきたいと思います。ということで今日のテーマは布や糸をテーマにしています。皆さんの生活、私たちの生活の中にはたくさんの布製品に囲まれて、いるかと思うんですが、例えばハンカチであったり洋服であったり、あとはネクタイ、靴下、あとカーテンとかですね。それからここに映っているのはパソコンとか掃除する時のマイクロファイバーというんですけれども、まあ、こういった掃除用品とかそういったところにもたくさん、布というのは使われています。早速出てきましたが、まず1つ目のミッションです。ミッションの1つ目は自分のこの素材が 何かを調べていただきたいと思います。今から約2分お時間をお取りいたしますので、自分の服がですねどんな素材、どんな繊維でできているかというのを調べていただきたいと思います。はい、そろそろお時間どうでしょうか。皆さん自分の服の素材が調べることができたでしょうか。多くの方はまず手触りを触られた方が多いんじゃないかなと思うんですが、その次はおそらくこの辺りとかこの辺りにですねお洋服のタグがついてます。このタグを見るとですね綿 100% とかポリエステル 30% 綿 70% とかなんかそんな風にですねどんな素材でできてますよというのが書いてあります。ということで今皆さんにいろいろ言っていただいた繊維の他にもいろんな種類の繊維がお洋服の中にはあります。で、大まかにですね繊維を2つに分けると、天然繊維というものと化学繊維という大きく2つに分けることができます。で、今日はですねこの生糸と絹糸を生産されている方とですねスケジュールがあったのでゲストにお呼びしております。さて、こんな風にいろんな種類の繊維があるということが分かったところで、今度は服の表面がどうなっているのかというのを見ていきたいと思います。で、今画面に映っているのが綿ですね。まあ、皆さんさっきたくさん綿入ってるよっておっしゃってたんですが、綿 100% の T シャツです。で、T シャツはですねよく見ると横の糸と横の糸の間に斜めにこういう風に糸が入っているようになっているのが分かります。これがね綿 100% のシャツです。次が麻 100% のシャツ。編み方もさっきの綿に比べて緩いというか風がすごく通りやすいように編んであります。それから一本一本を見てもちょっと先ほどのこのようにふわっとしているというか太いというかそんな風に、体にこもった熱を外に出しやすいように、そして外からの風が入ってきやすいようになっています。ナイロン 100% のストッキングなんですけれども、表面がまずすべすべで光沢感もあります。ですので、まあ、足をまずきれいに見せるという意味ではナイロンはすごく、優れていますし、この編み方が引っ張るともうすごく伸縮性のあるそんな、風にですねちゃんと編んであるんですね。ということで今は布の表面を見てもらったんですが、その布を作っている糸の表面が一体どうなっているのかというのをこれから見ていきたいと思います。で、糸の表面を見るときにはですね、肉眼で見るとあんまり細かく見ることができないので、ここから今日の本題になるんですが、電子顕微鏡というものを使って糸の表面を見ていきたいと思います。で、電子顕微鏡今日使うのはですね、TM3030 という、まあ、機種名なんですが、日立ヘイテクさんという会社が作っている電子顕微鏡です。実際に今からここに移してですね見ていきたいと思います。ミッション2が出てきました。電子顕微鏡の画像を見ながらこれが何の素材の糸なのかを考えてほしいと思います。
って今倍率はだいたい100倍くらいまで上がってきました。ちょっと縮れ麺みたいなのがたくさんまとまって入っていることもわかります。さて今皆さんが見ているこの糸は何という素材の糸でしょうか。言っちゃいますね、こちらはですね1本目、綿 100% の糸です。で実際にはこれ糸を切って乗せてあります。でこんな風に縮れ麺のように見えて、これは、綿花という綿 の, あの綿の花から作った、繊維、これが1本1本が耳です。縮れ麺のように、そして、傷とかシワがたくさんある、これがですね綿の一つ特徴になります。はい、ではですね次の繊維はちょっと様子が違います。寝起きの髪の毛みたいですね、こうボサボサっとちょっとしているようなそんな雰囲気があります。さてこれは何の糸でしょうか。このままだと大きすぎて特徴がよく見えないので少し拡大して見ていきたいと思います。先ほどのものと比べて確かに繊維と繊維の間の隙間が大きくてゆるっとしています。なんか表面にこんな風に魚の鱗みたいな模様が見えてます。実はこれキューティクルというものなんですね。で実はキューティクルは私たち人間の髪の毛にもあります。生えたての髪の毛の表面を見るとキューティクルがびっしりついてるんですが、この糸にも同じようにキューティクルがあります。ということはこれは人間とちょっと近い仲間の毛じゃないかなというふうに思います。これは羊毛、羊の毛なんですね。で羊の毛よく見るとこういう風にキューティクルというこう鱗状のものが見えてます。で、です、警察の中に鑑識課というところがありまして、例えば事件が起こった時にですね殺人現場とかに行って落ちてる髪の毛を拾ってきて調べる、そんなお仕事をする、警察の中の組織があるんですけれども、鑑識課の方は例えば事件現場に落ちてる髪の毛を取ってきた時にそれがまず人間の髪の毛なのか衣服から出たものなのか、そして人間の髪の毛じゃない場合何の動物の毛なのかっていうのを調べるのにこのキューティクルの形で判断するそうです。でこのキューティクルの形はですね動物によって少しずつ大きさとか太さとかそういったものが違うので、この動物は何なのかっていうのを調べるときに使うそうです。ですので、まあ、私たちの生活の中にはですね、そんな風にどうやったら快適に過ごせるかな、どうやったら、そうですね、例えば暑くなりすぎないように汗を外に出せるかなとか、寒い日にどうやったら暖かく過ごせるかなっていうような風にいろんなことを考えて洋服とかカーテンとか布製品たくさん作られてます。こんな風にですね、私たちの生活の中にはですね、いろんな工夫がされているということをこの電子顕微鏡の画像を見て感じていただければなというふうに思います。まあ、今日はですね、チューブ初の、電子顕微鏡のオンライン、皆さんですね楽しんでいただけましたでしょうか。この後もですね、科学会いろんなイベントあります。ちょっと事前予約制のものもありまして大変不便をおかけするんですが、いろんな講演会とかオンラインもございますのでまたぜひご参加いただければというふうに思います。はい、では、1時間ありがとうございました。では今日はこれにて失礼いたします。